改めまして、前輪データコムより、弊社サーバレスアーキテクチャ導入事例について、ご紹介させていただければと思います。はい、またちょっと自己紹介をさせていただきます。前輪データコムの、プロダクト第一開発部新谷と申します。私たちのチームは、自社サービスの、店舗案内パッケージ、こちらを担当しております。前輪データコムは、会社名からお分かりの通り、地図の前輪、株式会社前輪の 100% 子会社になっておりまして、地図配信地図やナビゲーションをはじめとしたさまざまなソリューションを展開させていただいております。はい、で、背景としまして、我々の店舗案内パッケージとはどういうサービスかなんですけれども、各種デバイス、PC やスマートフォン向けの、地図サイト、こちらと、それをご契約いただいたお客様がか中身を管理できる管理ツールといったものがパッケージ化された、SaaS 型のサービスとなっております。で、下にいくつか特徴を挙げておりますが、取り巻く背景といたしまして、15年以上も長い歴史を持っております。多くの企業様採用いただいておりまして、月間ページビューはニューヨーク近くといったもうだいぶ大所帯になってまいりました。ここまでサービス拡大してくるとですね、裏側で稼働するサーバー台数もどんどん多くなってきて、それに伴って、運用上の負荷っていうものも記載されているようなものが上がってまいりました。さらに、サーバー一つ一つがモノリシックな構成になってしまっているといったことによって、少しの修正箇所でも影響箇所が広範囲に及ぶといった課題も発生してきておりました。はい、そんな中、前輪データコムでは、新しい、後継版という、内部の位置づけで、エリアマーカーというサービスを新しく、ローンチしております。こちら一昨年ほど前から本番稼働しております。で、基本的な機能は踏襲しつつですね、防災関連の、新しい機能が、追加されて、かつバックエンドでは、サーバレスアーキテクチャを積極的に採用して、可用性の向上に努めております。で、エリアマーカーではどんなようなサービスを採用しているかといったところなんですけれども、こちらメインのところを抽出してご覧いただいてますが、フロントエンド、バックエンドはもう完全に分離してですね、アプリケーションの、を、シングルページアプリケーションとしました。で、それに伴ってですね、ウェブサーバーを Amazon S3 と、クラウドフロントのキャッシングといったところに、採用しております。少しちょっとズームインしていきたいと思います。フロントエンド側は、S3 とクラウドフロントを使って、静的ファイルのホスティングをしております。これでウェブサーバーの機械というものが達成できました。クラウドフロントはキャッシュだけじゃなく、ビヘビアを使ってですね、パスによって、オリジンがですね、バケットだけじゃなく別のサービスであったりといったところに向き先を変えたりですね、お客様によってはアクセス制限を設けたいといったときに、エッジコンピューティングであるクラウドフロントファンクション、こちらを活用して柔軟に対応しています。バックエンドの方なんですけれども、API ゲートウェイとラムダの構成で HTTP API を構築しております。ラムダをですと個別で管理することによって、
デプロイメント時の影響範囲を、まあ、最小限にいただきます。こちら、Amazon イベントブリッジを使用して、イベント駆動型のアーキテクチャを実現しております。例えば、お客様が、管理サイトからファイルをアップロードしたときに、まあ、S3 バケットに、ファイルがプットされたこと、まあ、これらをトリガーとして、処理を走らせるですとか、スケジューラーを使って、空論のような使い方をですね、定期実行したりといったことを行っております。まあ、こちらで、これまで常時稼働させていたサーバー、またこれらを減らすことができております。でデータストレージです。DynamoDB を採用してですね、スケーラビリティを確保しています。で、お客様によっていろいろな店舗や施設に付随する情報を柔軟に、保管する、まあ、要件があるんですけれども、ドキュメントストア型のデータベースということで、データモデリングが自由度が高まっております。まあ、一方で反面データモデリングが、自由なことによってですね、まあ、複雑なクエリ、まあ、強結合といったことは難しい先ほど、久保様のお話もありましたけれども設計がですねややハードルが高くなってしまうという状況です。私たちエリアマーカーチームでは、検索エンジンとしてクラウドサーチAmazon クラウドサーチを利用していたので、検索に必要なデータをここに投入してですね、クラウドサーチ側のクエリ機能を使って多様な検索パターンを実現させています。で、DynamoDB からクラウドサーチへのデータの、アップロードは、DynamoDB ストリームを使って、自動化させております。はい、ここでもう一つデプロイについても触れたいと思います。公開用のバケット S3 バケットは、全てのファイルを、入れ替えるわけではないので、パイプラインの中でですねコードビルドのマシンで、Angular をビルドした後ですねそのまま、AWS CLI を使って、必要なファイルを S3 バケットにデプロイします。その後、そのまま CLI で、クラウドフロントのキャッシュをクリアするところまでをコードビルドのマシンの中で行う。そういった工夫をしております。はい。ここまでご紹介したようなアーキテクチャ、これらを利用することで、多くのですね、仮想サーバーをマネージドサービスに置き換えることができました。かつ、機能ごとのマイクロサービス化、ということも実現しております。で、最初の方に申し上げた運用面ですとかエンハンスのシーンの課題とかも大きく解決できております。また費用面でもですね大きなメリットが出ている状況となります。はい、いいことばかり紹介しましたがいくつか課題も出てきておる状態で、少しピックアップして紹介させていただきます。まず共通ロジック、これをいかに分散させずに管理していくかというところなんですけれども、弊社ではラムダレイヤーズ、こちらを効率よく活用してですね、その上に乗るソリューション層特別なファンクションをラムダで構築していくといった工夫をしております。でまた大量のデータを長時間にわたって処理すること、こちらもシーンとして出てくることかと思います。ラムダ関数の最長実行時間の壁に、まあ、当たることもあります。で今回私たちはですね、統合アプリケーションとして AWS ステップファンクションツール、こちらを活用して既存の資産を生かしつつ、並列処理ですとか、また Q との組み合わせ、ステートの管理といったところを工夫しております。はい、でこちらもよくある問題かと思いますが、このようにマイクロサービス化を進めてくると、ラムダ関数がどんどん増えてくることになります。私たちのチーム、最近ですね、AWS、
CDK、こちらを利用してですね、機能単位でまとまったリソース群を定義、ビジョニングしていくといった取り組みをしています。いくつか IaaS ツールっていうのは、ありますが、AWS CDK の素晴らしいところっていうのは、やはりプログラミング言語で記述できる、私たち Python で書いてますが、これがすごく大きいと思います。またその書いたコードがですね、非常に少ないコード量で、クラウドフォーメーションのテンプレートに比べてですね、非常に簡潔に書けるといったところがいいところだと思っております。今後は引き続きですね、DevOps、こちらの文化をチーム内、社内に根付かせていって、サイクルをどんどん回すように取り組んでいきたいと思っています。具体的には、エンドツーエンドのテストを自動化、パイプラインで導入したり、まだ残っている EC2 サーバー、こちらもどんどんコンテナ化していきたいなと考えております。最後となりますが、いくつか、ご注意いただきたい点といいますか、気にしておくべき点をピックアップしてみました。サービスクォーター、こちらサーバレスアーキテクチャに限ったお話ではないんですけれども、とにかくマイクロサービス化すると、見逃しがちというか、おろそかにしがちな部分かなというふうに考えますので、本番投入前にですね、十分な負荷テストを行って、チェックしていただくことが良いかと思います。また、こちら、あるある話でありますけれども、VPC に接続するようなラムダを、構築した場合に、しばらく使ってないと、非アクティブ状態になりますけれども、VPC 接続するとですね、ネットワークインターフェースの関係で、起動がかなり時間がかかるので、こちらサービスで永久してくることがあるかと思います。解決方法としては、定期実行など、イベントブリッジ使った方法などが一般的にあると思うんですけれども、やらかしポイントでもあるかなと思いますので、挙げさせていただきました。で、3つ目なんですけれども、バージョン管理、ラムダ関数のランタイムですとか、データベースのエンジン、サポート期限がもちろんありますと。こちら、自動化、バージョンアップを自動化させることも、もちろん可能ですが、ここに対して、日頃ですね、継続的に、CI/CD を取り組んでいくことは、非常に重要かと思います。すいません、駆け足となりましたが、そうですね、私たち、公式サイトのリファレンスに紹介されているようなデザイン、標準的なデザインパターンも多い部分ですが、弊社もですね、それに、十分に預かって、実サービスを運用してメリットを得られております。こちらから、これから導入される皆様にとってですね、参考になる部分があればと思ってご紹介させていただきました。本日はありがとうございました。